はいどうも皆さんこんにちは、サッカー分析 YouTuber のドゥです。今回は2024明治安田 J2 リーグ第7節の坂本 VS ジェフユナイテッド千葉の試合を解説していきます。本編に入る前にぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは本編に参りましょう。まずは今回の流れからです。1、両チームのスタメン。2、両チームの大まかな戦術。3、試合結果とスタッツ。4、戦術面の解説。5、個人的 MVP。6、次回国となっております。それでは両チームのスタメンから確認していきましょう。まずはロアソコモトスタメンからです。ロアソコモトは 3-4-1-2、 ゴールキーパー田代、ディフェンスライン右から黒木、江崎、大西、ボランチ2枚上村と豊田、ウィングバック右が大本、左が岩下、トップ下に伊藤、ウィングまたはシャドウの位置に松岡とベンジョーミンとなっております。サブのメンバーはご覧の通りです。今回は松岡選手とベンジョーミン選手の位置が入れ替わっておりました。ですが後半には元の左が松岡選手、右がベンジョーミン選手の形になっていました。続きましてジェフユナイテッド千葉のスタメンをご紹介します。ジェフユナイテッド千葉は 4-4-2 となっておりますが、私個人的には4-2-3-1だと思います。ゴールキーパー鈴木亮太、ディフェンスライン右から高橋、久保には鈴木大輔、日高、ボランチ2枚品田と小林、ウイング右が田中、左が椿、そしてトップ下が横山、トップが小森となっております。サブのメンバーはご覧の通りです。ジェフユナイテッド千葉も勝てていないということでスタメンかなり変更してきました。特に変わったところは中盤のラインで品田選手、椿選手が投入されたり、横山選手がトップ下になったりと、そこそこ変化があったかなと思います。続きまして両チームの大まかな戦術です。ロアソコモトはポジションにサイド攻撃、守備はハイプレスにマンツーマン、ジェフユナイテッド千葉はポジションにサイド攻撃、守備はハイプレスにゾーンとなっております。続きまして試合結果とスタッツです。試合結果は1対0で勝利となりました。まだ16歳の熊代選手が PK を沈めて1対0でそのまま逃げ切り勝利ということで、決して内容がめちゃくちゃ良かったという試合ではなりませんでしたが、すごくロアソコモトにとっては収穫の大きい試合だったかなと思います。特にジェフユナイテッド千葉相手には少し苦手意識がある感じもありますので、そのジェフに対して勝てたというのは非常に大きい上に、さらにまだ第7節という序盤の段階で1対0という宇野ゼロの勝利ができたということ、これは非常に大きな意味を持つと思います。去年は13試合勝ちなし期間が終わった後の徳島戦、そこでようやく1対0の宇野ゼロ勝利があり、しかも1対0の勝利は私が記憶している限りでは去年はその試合だけだったということで、やはり去年は守備の脆さというのがスコアにも現れていたのかなと思います。ですが今年はもうこの段階で1対0宇野ゼロの勝利ができたというのは、今年の守備の硬さの象徴でもあると思います。非常にこれは自信につながると思います。これからぜひどんどん頑張っていってほしいと思います。個人のスタッツはご覧の通りです。熊代選手途中出場ながらしっかりと3本もシュートを打っている。しかもおそらくロアソコモトの枠内シュート2本は熊代選手の2本だと思いますので、熊代選手一気にここから株を上げていって、もしかしたらスタメンを取っていくかもしれません。今後に期待です。続きまして戦術面の解説です。ボードで解説するのでそちらをご覧ください。それではボードで解説していきます。まずは両チームのフォーメーションを並べるとこのようになります。ロアソコモトは 3-4-1-2、 ジェフユナイテッド千葉は J リーグの公式サイトでは 4-4-2 となっておりましたが 4-2-3-1 とさせていただきます。それではまず前半から。前半最初はロアソコモトのビルドアップから始まりました。どのように繋いでいたかというと、今日狙っていたのは松岡選手の裏。どのように裏を狙うかというと、今回右に松岡選手を置いた意図がこれだと思っていまして、例えばここで大西選手がボールを持った時、大西選手はミドルパス、このミドルパスが非常に魅力的な選手ですので、このミドルパスを普段だったらこのように松岡選手がこのように走らないといけないですが、これってなかなか相手のマークが外れづらいということで、松岡選手が右からこのように横向きに走りながら大西選手がそれに合わせてロングボールを入れることで、相手のマークがずれた状態で松岡選手は裏に抜けることができるといったようなロジックで松岡選手を右に使ったのかなと思います。対するベージョンミ選手も左に置かれたということで、ベージョンミ選手右利きですので、やはりカットインでのシュートというところも狙いとしてあったのかなと思います。そしてロアソコモトのビルドアップ、もう一つの特徴として、今回やはり相手がワントップということで、どうしても数的型、もしくはサイドハーフが出てくれば、こちらのディフェンス陣と相手のフォワードたちが数的同数の状態、3対3の状況になってしまいますので、それを回避するために、基本的には黒木選手が高い位置を取って、江崎選手、大西選手で2バックのような形、そして岩下選手が落ちて、4バックのような形を作っていたかなと思います。ですが、これは必ずしも4バックというわけではなくて、やはり基本的には流動的なチームですので、まあ3バックベースではあるのかなと思いました。ですがこの黒木選手が高い位置を取るというのは比較的多く見られたシーンかなと思います。こうすることで4バックのような形を作って、相手との数的同数の状況を回避するというのをやっていました。そしてさらに特徴としては、サイドでボールを持った時には中盤を積極的に使っていました。上村選手または豊田選手ですが、豊田選手が今日はちょっと高い位置を取っているシーンが多く見られたので、上村選手が基本的には受けることが多かったと思います。というような感じでロアソコモトのビルドアップは、松岡選手の裏や黒木選手が高い位置を取って4バックを作ったり、中盤を使ったり
という感じで繋いでいました。そして本来ならここでジェフのプレスを紹介するのですが、一旦カットして、ジェフユナイテッド千葉のビルドアップについて説明します。ジェフユナイテッド千葉のビルドアップですが、まず基本の陣形4231というところは変わりません。そしてジェフが何を狙っていたかというと、中盤に大きなスペースを作るということ。というのはどういうことかというと、ロースコートの選手たち基本的にやはりマンツーマンでつきますので、相手に合わせて動くということは、このようにジェフの選手たちが前に、特にトップ下の選手とボランチの選手が大きな距離感を作ることで、このエリアにスペースを作る、大きなスペースを作って、そして何を狙ったかというと、例えばここのサイドバックの高橋選手がボールを持ったとしたら、ここで縦に一気に横山選手までつけて、横山選手もちろん後ろ向きで受けることにはなるんですが、ここでボランチの選手たち、品田選手や小林選手が出ていって、で、それをフリックして受けるというような感じで、ここに大きなスペースを空けて、ここにトップ下の横山選手、またさらに多くの小森選手などにつけて、それを中盤の2枚の選手たちが出ていって、それを受ける。なぜここで出ていけるかといえば、やはりロアスクノとマンツーマンですので、このパスが流れていっている間に、ジェフの選手が先に動けば、ロアスクノと選手は後追いの形になってしまうので、ここで前向きでボールを受けるというようなロジックになっております。というような感じで、ジェフユナイテッド千葉のビルドアップは、中盤に大きなスペースをあえて作って、そこのスペースを前向きのボランチの選手たちがワンタッチで受けて使うというような感じでビルドアップ前進していました。そしてまたもう一つの狙いとしては逆サイド。やはりロアスコートの選手たちは、例えばここのサイドバック、右のサイドバック高橋選手に入ったとすれば、かなりこちらのサイドに寄ってくる。特に逆のウイングの松岡選手、この場合は松岡選手はおそらくこのセンターバックの逆のセンターバックの選手を捕まえているシーンが多いと思いますので、そういう時には逆のサイドバックの選手、この場合は日高選手が大きく空きますので、ここを大きく使うというような感じで逆サイドというところも狙っていたかなと思います。というような感じで中盤に大きなスペースを作ってワンタッチでボランチの選手が前向きに受ける。そして逆サイドを使う。といったようなことを繰り返している間でロアスコートがだんだん押し込められていって苦しい時間が続きます。そして押し込められるということはやはりゴールキックからのビルドアップが増えます。ゴールキックからのビルドアップというのはなかなか難しいです。それは相手からすれば捕まえやすい。突破されたとしても危険なエリア、このようなエリアではなく、まだミドルのエリアですので突破されたとしても怖くないということで、どんどん前から来る。そしてこちらがビルドアップする側からすれば、突破したとしてもミドルゾーンということで、なかなか苦しいゴールキックからのビルドアップというのを迫られました。ゴールキックからのビルドアップが多く、最初センターバックのところは出させてもらえるのですが、その後どのようにジェフが対応してきたかというと、まずジェフはこのロスコントの中盤の3枚に対してマンツーマンでついてきました。上村選手に対しては横山選手が、豊田選手に対しては品田選手がついていたシーンが多かったと思います。逆のシーンもあったかなと思いますが、基本的にはこの形。まあそもそも上村選手が結構左に流れていたり、逆に豊田選手が右に流れていたりして、その関係もあって、ここが逆になっていたりするのかなと思います。その形がどうであれ、とにかく、ジェフユナイテッドはこの中盤3枚に対してマンツーマンでついていました。そして中盤3枚、マンツーマンで使われて、さらにサイドハーフもどんどん前にプレスに出していった結果、ここの一番サイドのウィングバックまで疲れていましたので、なかなかスペースが空かずに、結果的に中盤につけようとするのですが、ここでボールを奪われて、何度か危険なシーンがありました。完全に罠にはめられたというような感じでした。というような感じで危ないシーンが続くのですが、裏の意識というのを徹底したことで、だんだんと前進できるようになって、なんとかこの時間帯を回避します。裏の意識で伊藤選手が斜めに流れたり、そういうプレーがあって、なんとかプレスを回避して、また前進することができました。そして千葉の選手たちを押し込むことに成功します。この裏の意識、伊藤選手、松岡選手、ベージョンミ選手、そして後ろに関しても無理をせずに、たとえ走ってなくても蹴るということをしたことで押し込めることができ、また相手のゴールキックからのビルドアップも増えて、その相手のビルドアップの時に序盤は伊藤選手が出るか出ないか少し曖昧な感じになっていましたが、途中からはもう伊藤選手がスーボランチのところについてようやくプレスも安定してきたというような感じで、前半終盤に関しては安定してきたかなという感じがありました。結果的にスーボランチが相手を突射捕まえられているという状況で、前半序盤と同じようにスペースを作ろうとするのですが、ここで縦パスを受けることはできても、ここしっかりと中盤を2枚捕まえられているので、そこで前を向けない、ワンタッチ使えないというような感じでここではめられる。そしてまたロアスがボールを回収するというようなシーンが増えました。というような感じで前半終盤はロアスコントが流れをつかみましたが、うまくチャンスは作れずに、そのまま前半は0対0で終了します。続いて後半です。後半両者ともに選手の交代はありませんでした。そして先ほど申し上げましたが、後半からはベージョンミン選手と松岡選手の位置が普段通りのポジションに戻りました。松岡選手が左、ベージョンミン選手が右、この形に戻りました。そして後半序盤は千葉が流れをつかみます。千葉は前半とは打って変わってシンプルなロングボールが増えてきました。そしてもうロングボールを蹴る
と決めていますので、前半終盤はロングボールを蹴っても繋ぐ前提でしたので、ボールを回収する選手がいないという状況が続きましたが、後半序盤に関してはもうロングボール前提ということで、ロングボールを蹴れば必ず3トップの選手たち、ウイングとトップの選手たちが必ず誰か競って、そして中盤はそれを回収しに行くというような感じで、だんだんとジェフボールを握れるようになってきました。そしてさらにサイドの個人技ということで、ウイングの田中選手、椿選手やまたは横山選手がサイドに流れて、そしてそこでサイドで個人技を使って一人かわしてそのまま突破するというようなシーンも見られました。またジェフは攻撃面だけではなくプレスに関しても修正が見られて、前半はだんだんハマらなくなっていたプレスですが、後半序盤からは中盤での圧を強めて、このように中盤3枚にマンツーマンでつくというのは変わらないんですが、中盤にボールがつけられた瞬間にガツンとレスをかけて、ここでボールを奪いに行くというようなことを徹底していました。というような感じでロスコモトを押し込められていって、ゴールキックが増えるのですが、ゴールキックからビルドアップをするということはせずに、ゴールキックを飛ばすということをしたのですが、なかなか前線の選手、伊藤選手、ベイジョミ選手、松岡選手たちが競り勝つことができずに、何度も回収されて、結果的に後半しばらくは相手にレースを握られる展開となりました。そして65分、東山選手と熊代選手を投入します。岩下選手に代わって東山選手、伊藤選手に代わって熊代選手。そしてこの辺から少し流れが変わってきます。まず少し変化が見られたのが中盤で、神村選手と豊田選手、相手がこのようにどんどんプレス来るということは、逆に言えば前のベクトルが強いので、その後ろは相手にとっては意識が薄れているということで、それを逆手にとって中盤でボールを受けたら、相手のその前のベクトルというのを逆手にとって、そこを剥がすというのを何度もやっていました。豊田選手、神村選手ともにそれを何度もやっていて、これは非常に素晴らしいなと思って、相手の修正をしっかりと理解して、その上でそれを逆手に取ったプレーをする、これは非常に素晴らしいプレーだと思います。対する千葉も少しオープンな展開になってきて、熊代選手が結構前から行くシーンが増えて、3トップのような形が多くなってきて、その結果中盤誰かは必ずフリーになる。ジェフユナイテッド千葉は中盤3枚に対してマスコモとボランチ2枚になっていた、そのようなシーンが増えてきて、そのため中盤3枚で誰かフリーができている状況を使いながら前進するといったシーンも増えてきました。というような感じで、お互いの中盤が活躍しながらしばらく時間が経過していくんですが、75分、ベイジョンミ選手に代わって道明選手が投入され、だんだんと流れが変わってきて、なぜ流れが変わってきたかといえば、もうここの熊代選手と道明選手がとにかくガンガンとプレスにかけていって、もちろん前から行くのもそうなんですが、中盤にボールが入った時もどんどんプレスバックしに行って、結果的にボールを奪うシーンがどんどん増えていきました。そして80分過ぎ、前線で東山選手がまずボールを受けて、そして神村選手がうまくサイドに流れて、ここでボールを受けて相手に当てて、そのままコーナーにします。まずこの神村選手のサイドの流れ、非常に素晴らしかったです。この時間帯でここまで走り切るというのは素晴らしかったです。そしてコーナーを獲得するのですが、このコーナーの流れで東山選手がここでボールを受けるシーンがあったんですが、東山選手がうまくサイド2人で引きつけて、空いていた豊田選手を使ってそのままクロスを上げるんですが、1回引っかかります。1回引っかかるのですが、それを受けていた風間選手、横山選手に代わって入っていた風間選手がボールを受けるのですが、ここもまた上村選手がボールを取りに行って、これ自体は取りに切れなかったんですが、豊田選手がこの後奪い切って、それを風間選手が倒してしまって、ここで PK を獲得します。というような感じで、大きさも言っていましたが、チームで取った PK というような感じで、上村選手、豊田選手、この辺の選手たちがしっかりと走った結果の PK だったなと思います。そして PK になるんですが、最初は松岡選手が蹴ろうとしていましたが、どのような指示があったかわかりませんが、結果的には熊代選手が蹴ることになって、熊代選手非常に素晴らしかったです。精神的に非常に落ち着いていました。相手にコースこそ読まれていましたが、しっかりと左隅に決めて先制します。正直16歳とは思えないぐらい落ち着いていました。そしてこのように先制して、あとはロアスコートは守りに入るという展開になります。逃げ切る展開となったロアストは、さらに大崎選手を松岡選手に変えて投入し、ここからはもうとにかく守備意識が高くて、まずはここの3トップ、道明選手、熊代選手、大崎選手がもうガンガンとプレスをかけて、時にはこの前線でボールを奪うこともありました。また大崎選手に関しては、右にいましたが、おそらく左サイドバックの選手がボールを受けた時にダッシュで戻って、ここにロングボールを蹴ろうとした左サイドバックの選手に対してスライディングをして弾いたりと、非常に素晴らしい守備意識を見せてくれました。この3人の鬼プレスもあって、で何度かショートカウンターも見せました。その上、後ろに関しても江崎選手がほぼほぼ 100% 空中戦に勝ち出したりと、非常に集中力素晴らしかったです。最後の最後まで相手に隙を見せず、しっかりとクリアも大きく弾いて、最終的に1対0でそのまま逃げ切り勝利となりました。内容的にはジェフにボールを握られたシーンも多かった試合でしたが、しっかりと条件に合わせて中で判断して改善していった、中で修正できるというのはもう非常に素晴らしいです。今年のラストはやはり皆さん期待して十分
分いいと思います。中で修正できるチームなんかなかなかいません。これはこれからも大きな武器になっていくと思います。そして中での修正のみにならず、外からの指示、これもしっかりとしていて、また今回交代も的確で、それも良かったかなと思います。また、いいところを他に挙げるとすれば、田代選手のハイボール処理、クロスやコーナーキック、フリーキックなど何度もありましたが、ほぼほぼ全てキャッチしていました。非常に素晴らしかったです。去年の千葉戦で、田代選手自身がミスをしてしまって、それで失点してしまい、負けてしまったという悔しさがあったでしょうから、その悔しさを跳ね飛ばすような、今回の大活躍、素晴らしかったです。また今回見られたこととして、ゴール前でのブロック、マークの徹底。しっかりとゴール前では、マーク、必ず誰でもフリーにさせないということを徹底していた上に、シュート打たれそうな時には、しっかりと何人もブロックに入っていました。非常に素晴らしかったです。このままいいとこをしっかり継続して、次回はもっとできるだけ、ロアソン時間を増やせるように頑張ってほしいなと思います。これで1000つ目の解説を終わります。続きまして、個人的 MVP です。個人的 MVP は、ロスコートの熊代圭人選手です。16歳5ヶ月という若さながら、なんと初ゴールを決めてしまう。もちろん PK ではありますが、それでも素晴らしいゴールでした。なんと J2 最年少ゴールということで、これからに非常に期待がかかるなと思います。これからもどんどんゴールを奪ってほしいなと思います。今回伊藤選手が正直あまりいい感じには見えなかったので、もしかしたら次回は熊代選手がスタメンを掴むかもしれません。正直今回はそれぐらい良かったです。やはり前回藤枝戦で自らのミスで失点してしまったという悔しさがあったでしょうから、それをしっかりと返すいい得点だったと思います。これからも熊代選手に期待していこうと思います。続きまして次回国です。次回は2024明治安田 J2 リーグ第8節ロスコモト VS レノファ山口の試合をプレビューしていきます。4月2日火曜日に投稿予定です。ぜひご覧ください。ここまでご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をお願いします。また次回お会いしましょう。さようなら。